作業療法士の今です。今日はシニアの方に向けて、首や肩が凝って痛くなってしまう方に向けて、この首のですね、ストレッチというのをお伝えしていきたいと思います。皆さんはですね、例えば、スマートフォンをこう見て、頭がですね、こういうふうにですね、15度前に傾いてしまうと、これ、首にですね、12キロの重さがかかると言われております。何もしてないとき、頭の重さというのは、だいたい5キロから、6キロと言われておりますので、ちょっと傾けるだけで2倍の負担が首にかかります。そして足元ですね、こういう手元でですね、本を読むなどの、首が45度前に傾いてしまうと、これはですね、22キロの負担が首にかかると言われておりますので、約4倍のですね、負担が首にかかっちゃうんですね。なので、頭が下がってしまう角度が深くて、そしてずっと下を向く時間が長ければ長いほど首というのはどんどん負担がかかって痛くなってしまいますので、今日はこの首のですね、頑張りすぎちゃってる首のストレッチというのをお伝えしていきます。主にですね、4箇所のストレッチをお伝えしますので、あ、ちょっと首とか肩が凝っちゃうなという方はぜひチャレンジしてみてください。このチャンネルでは健康に役立つ運動方法をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、それではどんなストレッチなのか一緒にやってみましょう。では、まずですね、この前側の筋肉、そして耳の下のですね、この横の筋肉、そして首の後ろの筋肉、主にこう4箇所でですね、重たい頭を支えてくれてます。そしてやっぱり痛くなっちゃうところ後ろの方だと思うんですけど、例えば前側の筋肉がですね、硬くなりすぎてこう引っ張ってしまう。この前の筋肉ってお辞儀するような筋肉なので、これが硬くなってぐーっと前に引っ張ってしまうと、どんどん後ろが曲がって負担がかかっちゃうので、やっぱ前もね、しっかり伸ばしてあげたり、あとは耳の横の筋肉、これは横から支えてくれてるので、この支えが効かなくなると頭が支えきれなくなって前に倒れて、結局首の後ろに負担がかかってくるなど、やっぱり全体がですね、しっかり機能してないと、首こり、肩こりって起きてしまいますので、ここをしっかりストレッチしていきましょう。ではまずですね、後ろからいきます。手をですね、頭の後ろに持っていって、そしてぐーっとですね、下を向くように、頭を下に押してあげましょう。そうすると首の後ろが伸びる感じがありますので、10秒間いきますよ。伸びる感じをしっかり出して、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、OK。さあ、そしたら今度は横の筋肉をほぐしていきます。片方の手は背中に回して、片方の手は反対の耳に回しましょう。そしてぐーっと横に頭を引っ張ってあげると、この首の横筋が伸びてくる感じが出てきます。はい、これでしっかりと10秒間いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。で、戻しましょう。さあ、そしたら今度反対側ですね。背中に手を回して、そして反対の耳に回して引っ張ってあげましょう。はい、では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。で、戻しましょう。さあ、そしたら最後は前側の筋肉ですね。首の筋肉をストレッチしていきます。まずですね、顎をですね、こうやって前に突き出す。しゃくらせるっていうんですかね。前に突き出していただきます。そのままですね、上を見るようにしていくと、この喉の前側が伸びる感じが出てきますので、うーっと顎を前に出して、上に持ち上げて10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。で、戻しましょう。そしたらこれに関してはですね、もう一回顎をうーっと前に出して、そのまま斜め上を見てみましょう。うーっと。そうするとですね、このエラの下っていうんですかね、この前側の左右の筋肉が伸びてきますので、これも左右伸ばしていきます。では、顎をうーっと出して、斜め上を見ていきますよ。ここです。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。で、戻しましょう。しっかり顎をうーっと突き出してないと伸びてる感じがあまり出ないので、しっかり突き出しながら、今度反対側行きましょう。では、行きますよ。せーの。1、2、3、4、5、
5、6、7、8、9、10とで戻しましょう。はい、これでしっかりとですね、頭を支えている首の筋肉をケアして、負担がかからないようにしていきましょう。今日はですね、しっかりと頭がこんな下がるとですね、首にどれだけの負担がかかってしまっているか、それが首こり、肩こりにつながってしまうっていうのを、お話をさせていただきました。しっかりこれケアしていかないと、だんだん頭支えきれなくなって、頭が下がるだけじゃなくて、猫背とかですね、姿勢もかなり悪くなってしまうので、今のうちに防いでいきましょう。はい、このように健康に役立つ運動方法をこれからもどんどんご紹介していきますので、ご興味ある方はこちらのチャンネル登録をしていただくと、新しい投稿が届きやすくなります。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。